ちは。これ動画なんですよ。動画、ビデオ、 YouTube とかで見るビデオ、分かります？お父さん分かんないですか？インターネットでビデオを見るんですよ。ちょっと今お魚撮らせてもらったんですけど、すごいですね。いや、美味しそう。これからだよ、川澄やらさ、はい、白いのが入ってくる。へえ、白いのナマコの乾燥。え、何ですかこれ？あ、ナマコ。へえ、すごい。なんか精がつきそうですね。へえ、いいですか？これクジラなんですか？クジラなんですか？え、食べていいですか？いいですか？すいません、じゃあいいのかな。いただきますね。小さいじゃん、3じゃん。いや、十分ですよ、悪いですよ。あ、美味しい。はい、なんだろう。お肉、全然お肉みたいな味しますね。肉だもんだって。クジラの肉ですもんね。はい。すごい、クジラ、これいつも出してるんですか？いつもはない。いつもはない。第一、100gがね。はい。はい。すごい美味しいですね。すいません、ありがとうございます。あ、本当ですか？へえ。はいはいはい。へえ。あ、そうなんですね。へえ。板橋の方だ。はいはいはい。へえ、そうなんだ。すごい。どこですか？あ、美濃は、はいはいはい。荒川線のずっと向こうだ。へえ。はいはいはい。お父さん長いんですか？こう何ですか？60年。すごいですね。ああ、そうなんだ。はいはいはい。いいんですか？すいません。はい、はい、ちょっとじゃあ失礼しますね。すごい。あ、そうなんですか。これでもごめんなさい、お母さんお邪魔してます。すいません。はい。あー、すごいですね、調理場。いや、すごいですよ。いや、もう本当に。あ、本当ですか。いやー、いいですね、こういう本当に昔ながらの道具が揃ってて。いや、じゃあもうお父さんもお母さんも魚の、ああ、魚の味にはうるさいでしょうね。え、15歳から船乗ってたんですか？すごいかっこいいっすね。へえ。東京駅着いたらね、はい、500円しかないんでね、はい、もう入ったらこれと思ってさ、はい、で500円見てさ、個はビールがいっぱいあるから一つぐらいを飲まにしやがって収まんねえなと思ってさ、はい、思ったの、はい、この家買ったのが裏手で、いや立派なお家ですよ。すごい。いや続けてほしいですね、このまま。親2人を食って、お墓買って、はい、子供2人大学やって、はい、家買ってたから大変だよね。大変ですね。でもそれだけ稼げたってことじゃないですか、お父さん。稼いだ。頑張りましたね。奥で稼いで。すごい。いやすごいですね。本当 いつまでも続けてください、このお店。あ、本当ですか。へえ。はい、もうなくなっちゃったんですか。いや続いてほしいな、こういうお店は。お金が2000万あるって言うんだ。本当に。どうするって言ったら、早くやめた人も、はい、今やってる人も公平に分ける。ああ、そうなんだ。後からあたこと言われるのやだから。はい。あいつは勝手に使ったなんて思われるのやだから。ああ、なるほど。すごいな。お父さんお母さん、じゃあちょっとお店の中動画で流しても大丈夫ですか？大丈夫だよ、どんどん流して。本当ですか？ありがとうございます。で、天然の魚専門店とかこういうの映してくれ。あ、そうですね。名前とか映させてもらいますね。このは天然の魚。はい。取り扱ってない。養殖の魚一本もない。お父さんごめんなさい、お店の名前って島忠さん、そこに書いてある。はい、あ、書いてあります。いや、アピールしていきましょうよ。はい。皆さん北区にある島忠さん。あ、本当ですか。ぜひ訪れてください。これで少ない方なんですね。今魚はわーわー取れないからさ。あー、そっか。今魚は夏終わったらこれからだよ、本番は。へえ。まあ魚屋さんはもう片手になったらこれはもう。ああ、なるほど。あ、本当に。じゃあお父さんお母さんありがとうございます。すいません。失礼しました。頑張ってください。島忠さんです。みんなもし機会があったら訪れてください。美味しい魚がいっぱい売ってます。ありがとうございました、お父さん。失礼します。